しい音です。吸血鬼が終わった方はスケート音とかあるので一時やってきたらって出したフリーレッグ伸ばしてください。じゃあ向こうまでちょっとやってみようか。お願いします。それであっちまで行ってみて。今言われたことをちゃんと意識して。じゃーん、はい、ありがとうございました、これをね、最高の笑顔でできるようになりますよ。村上先生、笑顔イエーイ。あ、そうだよねー。はい、ありがとうございました。はい、ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、じゃあ、そこにまだもうちょっと行ってください。